カニマン寺は、京都府木津川市山城町記殿にある新温州、地山派の寺院。三号は、不門山。本尊はかつては、観音菩薩であったが、現在は、アスカ時代後期の銅像社課如来座像となっている。この寺の創建年代や由緒については不詳であるが、周辺の発掘調査から、アスカ時代後期の創建と推定されている。その後、江戸時代の徳元年知の創 両藩が入寺し再興された。今弱物語集等に記載があるカニの恩返しの伝承で有名である。寺の所在地の地名起源は、古くはカハ旗、カム旗と読まれ、カタ、旗、ハ旗などと表記された。次号についてもかつては、蚊旗字、ハ旗寺などと表記されたものが、カマン寺と表記されるようになり、カニの恩返しの伝説と結びつくようになったとする。 この伝説が、根尺物語集に収録されていることから、カニ万字の字号とカニの法音、タンとの結びつきは、平安時代後期以前に遡ることがわかる。上記のカニの法音、タンは、観音霊言説話であり、当時の三号の不問さんも、ホッケ行の観世音菩薩不問品にちなむものである、ことから、当時の本来の本尊は、観音菩薩であったとみられる。以前寺の入り口付近に、 観音堂が存在していたが、本尊は釈迦如来に変わっていた。本尊の銅像釈迦如来座像は、アスカ時代後期の作であるが、造像,像の由緒は不明で当初からカニマン寺にあったものか、他の寺院から移されたものかについては、諸説ある。発掘調査によると、アスカ時代後期の創建とみられるが、法歴9年に建立された本堂が2010年に、 改築されたために古い建物は残っていない。境内のあちこちにカニの彫刻物がある。事号釈迦如来座像と部上記の本堂改築に伴い、本像も詳細な学術調査が行われいくつかの発見があった。まず、本像の重量は2 1 7 2ラムで、薬師寺像の4 9 4 7ラムと比べてずっと軽く、 同圧が主要タイプで2から3ミリメートルと非常に薄い。また、引っ掛けにより顔立ちを修正しているのも新知見である。また本像の制作方法は、分割型鋳造法か分割しない、老型鋳造法か議論があったが、本調査により土型で作られた可能性が浮上している。ありがとうございます。